航空写真に見る国立霞ヶ丘競技場付近、神宮球場なども資金にある。案内図は、ファイル、神宮外イエンエア 2.jpg。新国立競技場建設に向けて、解体前の国立競技場、新国立競技場建設に向け解体中の、国立競技場法人としての国立競技場は、国立競技場法。 第2条の規定に基づいて設立された文部省所管の特殊法人で、1958年から1986年までの間、国立霞ヶ丘競技場を、国立代々木競技場を管理、運営していた。1986年に日本学校保健会と合併して、日本体育学校保健センターが新たに設立され、 現在の独立行政法人日本スポーツ振興センターの前身となった。国立競技場の名称は霞ヶ丘競技場の中心施設であった国立霞ヶ丘陸上競技場の通称としても用いられ、さらには霞ヶ丘競技場、代々木競技場の総称としても用いられた。2019年に竣工した国立競技場は通称 略称ではなく正式な名称となっている。日本スポーツ振興センターが運営するスポーツ施設全般については、日本スポーツ振興センター運営施設を参照。その設置する体育施設を適切かつ効率的に運営し、体育の普及振興を図り、もつて国民の心身の健全な発達に寄与することを目的に、1958年10月1日に設立された。 資本金は、競技場の設立の再現に国の有する別表に、掲げる、不動産及び精霊で定める、その他の財産の価格の合計額に相当する金額、とされ、その別表に記された資産は、土地四筆と同地に所在する、鉄筋コンクリート作り四階建て競技場一棟の、資産合計額とされた。国立競技場は1964年の、 東京オリンピックの競技会場として建設された。現在でも各国立競技場にはオリンピックマークと東京1964を合わせたエンブレムが残っており、東京オリンピックの会場であったことを忍ばせている。国立競技場で開催された競技は以下の通り、国立競技場は首都東京にある上に立地も良いことなどから各種競技の全国大会の決勝などに使用される。 ことが多い。競技者から見れば、これらの施設は憧れの的である。そのため、国立競技場は聖地と呼ばれる。また国立競技場でプレーした経験のある競技者といえば、各競技で相当レベルの高い部類に入る選手ということもできる。かつては中原久和ら。近年は、田谷光雄山和和光、竹本則夫、を、小菅司、斉藤隆広らが、 馬長を務めてきた。ありがとうございます。